ドクター・コパ、1947年5月5日台は、日本の建築家、実業家、官主、作家、愛知工業大学客員教授、JRA 及び地方競馬の場所でもある、東京都出身、日本大学第三高等学校を経て、日本大学理工学部建築学科卒業、小設計株式会社社長、三宅宮を主催。 茶会席料理教室校長、中央競馬の場所としても活動している。祖父の代より三代続けて、日本の伝統建築、風習、伝統行事、演技、由来の開運法を研究しており、温泉を使った伝統的な開運法など、中国、アジア、西洋諸国の伝統開運法を吸収しつつ、オリジナルの開運術を考案。 日本の気学、法医学を主にしたこともあったが、風水ブームの到来により、自らの開運術を風水として強調。だが、自らを風水師と呼ぶことはない。幼少の頃より、父の友人であった在日朝鮮人にも、李氏朝鮮より伝わる李朝風水、古来風水を学んでおり、朝鮮風水の法則を自身の風水に活かしている、と、実著で明かしている。 メルセデス・ベンツのドイツ現地工場の風水的設計を任されたこともある。長く一級建築士を自称していたが、不思議なことに最近は全く一級建築士を名乗っていない。ペンネームドクター・コパの名称の由来は、ある雑誌にコーナーを連載していた際に、読者からの手紙が来て、本名の小林さんではなく、コパさんと書いてくる人がいたんですよ。能天気でいいんじゃん。 ってことで早速、採用。さらに部屋を診断するってことでドクターを付け足しちゃったんです。と本人は語っている。子供の頃多摩川で溺れかかったことがあり、川の主の竜人に助けてもらったという。その頃より本人の守護神は竜人であると確信している。後年友人の家を訪ねた際、三竹郷の行者が偶然その場にいた。 その行者に竜人が表意したことを感じ取り、今までの恩恵を竜人に述べしゃいを表した。新職に着いた後、新木の前を横切った時、神の声を聞いたような気がしたという。それ以降、その際に告げられた一万冊を名乗る。九百九十八年に八つながりである風水の大吉数八の数字にちなんで、八億円の豪邸を宿すがテーマなことから、東京都内、 原宿に建設し入居する。また自らの自家用車のナンバーも、風水の大吉数、58の縁起にちなんで、末尾、58である。また銀座に、風水グッズ、家具インテリアを取り扱う風水ショップビルを開店している。2002年、江戸の馬年に馬主になる。21世紀を、競馬の勝ち馬のように失踪し、 幸運のゴールへ駆け抜けようと志を立て馬所になったという。妻、慶子も中央競馬会及び地方競馬の馬所として名を連ねている。長男の照広はインターネットコッパクラブ株式会社代表取締役社長を務めている。また、長女の美穂はドーターコッパの名で父と同じく風水師として活動。実女でたびたび明かしてもいるように過去の確執から 親戚一同と折り合いが悪く、疎遠である。テリー伊藤の時系、伊藤隆夫とは、高校時代の友人である。小林は、テリー伊藤のことを本名である、テルオと呼ぶ。一時期、美ノ門太と間違われたことがあり、それがきっかけで、美ノ門太と縁ができたと、実調で述べている。多数の風水関連書籍を執筆している。 毎年観光されており、生まれ年別の毎日のラッキーアイテムが分かる点が最大の特徴であり、そのラッキーアイテムに絡んだ行動を行うことで、開運が図られるとする。同じ日に複数のラッキーアイテムが表示されることが多いが、すべて実行しなくてもよく、どれか一つで良いとされる。また、ラッキーアイテムと表示されるのと同じ欄に赤い、こと丸マークが表示されればラッキーな日。 グレーのマークが表示されればアンラッキーな日を示すという。マークがない日は、まずまず順調な人のこと。なお、グレーのマークがついていても、その日のラッキーアイテムを活用することで、水準以上の運を得られるという。風水手帳一ラングレード性重賞優勝バフト時は、GI、または J プニー競争。地方重賞優勝馬、小林幸明に関するカテゴリー。ありがとうございます。